キウイフルーツはもともと中国のグーズベリーと呼ばれていたんですが、ニュージーランドで商業栽培が始まり、キウイという名前が付けられたんですよ。1個のキウイフルーツで1日に必要なビタミン C が約2倍摂取できるんですよ。すごいですね。キウイフルーツの種は食べられるんです。消化を助ける食物繊維が豊富に含まれているんですよ。ちょっとびっくり。緑のキウイフルーツだけでなく、黄色い果肉のゴールドキウイもあるんです。ゴールドキウイは緑のキウイよりも甘く、ビタミン C がさらに豊富なんですよ。キウイフルーツは肉の柔らかくする効果があるんです。肉料理の下処理に使われることがあるんですよ。ちょっと不思議。キウイフルーツは心臓病や糖尿病のリスクを減らす効果があるされているんです。抗酸化物質を含んでいるんですよ。自然のお薬ですね。キウイフルーツの名前はニュージーランドの象徴であるキウイ鳥から来ているんです。実際には鳥とは関係がないんですよ。ああ、似ているからね。